はい、皆さんこんにちは。佐賀キャスでございます。4時半ですね。さっきね、眠たと思って横になったんで寝てたんですけどね、咳しておきましたいやー、今ね、咳、鼻、痰出ますね。で風邪ではなさそうなんですけどね、こう喉がちょっと腫れたりしてですね、来てますね。それ治りますね、なかなかね。さて、起きてしまいましたけども行きましょう。中央日報でございまして、お隣さんのメディアですね。ソウル若者の半分は貧困、足りない生活費は親の支援を受けている韓国ということで、ソウルに住む若尾って書いてあるけど、若者の間違いですね。若者の2人に1人が貧困状態に置かれていることが分かった。特に一人暮らしの若者の資産貧困率は 62.7% に達した。3人に2人がそうということですね。生活費が足りないときは主に両親から支援を得ていることが分かった。6日、ソウル市とソウル研究院が19から36歳、36歳若者かみたいな感じがしますけど、のソウル居住者5083人を対象に調査を実施した。2022年ソウル青年パネル基礎分析結果によると、ソウルに居住する若者の資産貧困率は 55.6% となった。資産貧困状態とは、資産規模が中位所得の 50%、 2021年基準で年間所得1587万ウォン177万円の3ヶ月分未満、すなわち4761万ウォン未満の場合を意味すると。まあ日本円で50万円ないということですかね。36歳の時50万円のない人って日本ではまあいますかね。いますわね。まあでも少ないんちゃう。まあ普通のサラリーマンだったら50万ぐらいあるでしょ。うん、若者一人世帯の資産貧困率は 62.7% で、全青年資産貧困率より 7.1 ポイント高くなった。まあまあうにゃうにゃと飛ばしましょう。うん、ソウル若者のうち働いているものは 65.8、 で逆に、ですね、 25.6 は仕事をせず教育や訓練も受けていない。25%、つまり4人に1人はですね、プーやってるということですねよう食えてんなと思うんですけど、まあこれ親のですね、援助なんです。ニートの割合を年齢別見ると19から24が 33.6 です。調査に参加したソウル若者の 34.7% はうつ病の症状を経験している。うつ病、34ってなって3人1人以上がうつ病。この前ね、ここに来たね、おっさんの一人がね、うつ病になったんですって。うつ病、と思って、で、うつ病ってどんなんって言ったらですね、布団から出られないんですって。ほんなら僕も前させやねんけどいやいや、もう出とないやん、もう行きとないやんと思いますよね。もうそれでうつうつ1時間ぐらいいますからね、僕が布団の中で冷えて、ああと思って、あとドア出られない、玄関のね。もうそれはないですよだって起きさえすればね、へーへーって起きて、カルピス飲んでですね、まあしゃあない行こうかって行ったら行ったでね、こうここに着くでしょ。だからお昼ご飯食べるの楽しみですからねお昼にビール飲んでってやってる。そんなうつ病ちゃうって言われそうですね。はい、違います。僕ね、うつ病にはなったことないんですよ。でもそのおっさんは要はそれで家から出たくないと。おいでね、そのおっさん4人仲間なんですけど、その別のおっさん B にねメールしてるんですようつ病になったら助けてくれみたいな。でおっさん B はね、うつ病詳しいんですよ。
本人はなってないらしいですけどね。でも忙しいからね、まあ、みんな忙しいんですよ、うちのあのおっさんたちって忙しいし、あえてできひんくて、会えたのがね、2週間後ぐらいですね、その SOS を出してから。もうその時には治ってたって。で、うつ病ってそんな方治るのって聞いたら治るんですって。ふーんと思って、勝手な病気やんと思って。いや、まあね。大体でもね、うまくいかない時にうつ病ってなるんだと僕は思ってるんですけど、そのおっさん A ね、うつ病になったやつはですね、なんかやっぱりね、こう、そいつ唯一サラリーマンなんですけど、なんか会社でやっぱりうまくいかなかったみたいですね、話を聞くと。で、それでうつ病になって、うつ病発症になって、えらい忙しい、こっちになったら、そのおっさん忙しいんですよ。いや、仕事違って、プライベートに。これ、このおっさん忙しいのに、まずい、うつ病だったらなおさら忙しいやんと思って、まあ、なんとか過ごしましたね。で、よく言うときました。次にうつ病だったら僕のとこメールセントになって、こっち行け、こっち、おっさん B やでって、言うときましたけど、そんな持ってこられたもんたまらんやん、そんな、知らんやん、そんな、僕医者ちゃうし、と。ね、幸いにして私、そこの中でね、最年長なんです。おっさん A は40代、ね、おっさん B は50代ですから、ね、二人で勝手にやって、みたいな感じですよ。生活水準、健康、暮らしの達成度など13領域に対する暮らしの満足度について分析したところ、ソウル青年の暮らしの満足度は10点中 5.9 って悪ないやん。満足度最も高いには家族、日本語おかしいよ、丁寧に訳してね、家族関係と私の安全 6.8、最も低いのは経済水準 4.7、まあ、こんなもん。はい、はい。まあ、結局どういうことかと言いますと、ソウルで一人暮らしをしているですね、韓国の若者はですね、非常に貧乏で不幸率が高くて鬱になりやすいっていう結果が分かりましたよっていうですね。まあ、よう分かったような分からない話で。東京の若者どうなんでしょうね。もう私は個人的にこの若者って、そこでは36歳までですけど、話す機会がないですね。全くないですね。知り合いもいませんね。仕事で交わりませんからね、若い人と。まあ、唯一編集者、記者が若い人いるかもわかりませんけど、でもなんかでも話を聞いてると、大体そんな40代より若い人っていないような気がしますけどね、メディアの記者でも。うん、いちいち年齢聞いたりしませんけどね。若い人でも30代いるかな。まあ時々このこれでね、最近会いませんからね、ここに来ないですからね、みんなこれで来ますから、あるいは電話で来ると年齢分かりません。だから今の若い方が何考えたのかさっぱり分かりませんね。でしかもこの僕のですね、YouTube をご覧いただいている皆さんとか、ブログを読んでらっしゃる皆さんっていうのは、大体、40代より若い人ってほぼいませんからね、年取りばっかりです。ジジババ専門チャンネルと言うてもいいぐらいです。別に僕がそういうふうにね、こう意識してるわけちゃいますよ。自然にやっぱし年配者が多くなるんですよ。知らんやん、そんな、ほんまに。まあ確かに若者を想定して喋ってませんけどね。別に、かといって、ジジババを想定して喋ってるわけちゃいますよ、別に。私、基本気持ちとしては自分より若い人向けに喋ってるつもりなんですけど、やっぱ飽きませんね。ジジイ色って出てしまうんですね、やっぱり自然に。まあ、あれですよ、こうブログちゃうわ、YouTube 見てますって来る人は見事に私より年上ですよ。なんでやねん、ほんまにと思うんですけど、いや、結構ね、自分としてアホなこと言うてるつもりなんですよ。アホなこと言うてるわけですから、きっと私よりですね、こうあれですね、こうアホっぽい人がいっぱい来るんかなと思ちゃうね、賢いね、みんな。あかんねん、ほんまに。なんでやろう、もう不思議ですけどね。で、賢いしね、年配者が多いんですよ。いや、やっぱりな、よう分かりませんけどね。いや、賢いですよ、みんな、ほんまに。でも頼むわって思うの、ほんまに。この前、お会いした人、ちゃんと名乗ってくださいました。修行でございますって。
時々名乗らずにですね、ずっと喋ってた後の方でですね、えみたいなことがバレてしまったりするわけですよ。そういう時叶いませんね。もう大体わかるんですよ、最近感が働くで、あ、こいつこの人ほんま賢い人やって、まあ隠してはるわと思いながら喋るんですけど、まあそんなどうでもいいわ。はい、とりあえずですね、この中央日報の今読みかけましたページを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。